クワナという名前の体幹トレーニングのご説明をさせていただきます。まず腕立て伏せの体勢をとります。お尻が上に上がりすぎたり下がりすぎないように注意してください。左右交互に膝と肘が軽く当たるぐらい股関節を曲げていきます。それではやっていきましょう。あまり速くなりすぎずゆっくりとしたスピードでやるのがポイントです。しっかりとお尻の筋肉を意識してお尻が上に上がってこないように注意してやりましょう。当チームでは左右交互に10回2セット行っています。